はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト5、続きやっていきたいと思います。前回ですね、このレベルにして、エスタークね、倒しましたけど、やはりね、55ターンかかるぐらいね、ギリギリの戦いだったんですけどね。で、エスタークを撃破したことにより、新たにね、遊べる場所が1箇所増えたんですよね。ということで、今回そこ行きたいと思うんですけど、めちゃくちゃ難しいんですよ、そこ。とりあえずね、持ってるものがね、エルフの飲み薬とか、戦いのドラムとか、主人公を持たせて、あとね、星フルーでは装備させてます。ということは、スゴロクなんですけど、今までの、何ってぐらいの、スゴロク場なんで、どこにあったっけな、あれ。下だっけ。あ、違うな。とりあえず、スゴロク場行きます。まあね、これもモンスター入るんでね。これね、レベルね、43なんないと入らないみたいですよ。まあ、そこまでちょっと覚えてなかったんでね。そしてね、モンスターを、まあ、ここのね、スゴロク場クリアした後に、まあ、仲間入れようかなとか思うんですけど、とりあえずね、仲間入るモンスターを表としてまとめました。まあ、こんな感じなんですよね、ざっとね。何パーセントで入るとか、あ、こんなパーセントあったっけみたいなのありますけど、一応、まあ、攻略っていうかね、そういうものを見ましたので、まあ、あってはいるんでしょうけどね。でもまあ、確率的なんでね、まあ、本当に、はぐれメタルみたいに、自分の時みたいにね、256分の1の、確率が2回で入ったりとか、こっちか？あれどこだ？これか。2分の1とか4分の1のやつがね、10回戦っても入んねえとかね。ゴーレムとか結構戦いましたからね、自分。まあそんなのもあったり、はぐれメタルより戦って入んないゴーレムなんか初めて見ましたからね。はい、すごく広いスゴロク場だね。僕ワクワクしちゃうな。扉開けてないのにね。ここって何回ぐらいサイコロ振ればゴールできるんだろう。50回、100回くらいかな。まあ、ここ地獄ですね。これどっちだ？そりゃ、うりゃ。これみんなの話はどうなんだろう。あ、これ4人しかいないの？まあいいか、あそこか。まあ、全部拾えば、1回のパートじゃ収まらないかな、さすがに。あ、ここのレバー見せてくれるんだね。まあ上のレバーぐるっと回れるでしょうけど、まあ嫌ってほど見ると思いますね。1回のパートで終わっかな。とりあえずね、まあ、しばらく70回なんですよ。だ今までのでね、パートギリギリ使ってたので、まあクリアできればいいかな。途中に落っこってるのはね、何回やったら取れるのかなって話ですけども、こう意味わかんないですよ。0になったら確か終わりじゃなかったっけ、お金。2、3、4、5、お、3回。もうしばらくスゴロクですよ。はい。あ、しまった。破壊鉄球装備してないや。スライムナイトか持ってんの。ああ、バギークロスやっぱ大切なんだね、これね。仕切り直しだな。ちょっとこの先思いやられるので、十分ね、用意したといえど。しまった。そうだね。破壊鉄球じゃないときついわ。主人公固めるか、逆に。でも、これでもいいかな。まあ、70回もね、あるんでね、戦闘絶対避けれないんで、そのための戦いのドラム持ってきたのにね、肝心な何かしら抜けてんすよ、自分。1。はい。お。まあ、1、ここら辺だからまあ、調べてもいいけど、落とし穴だったとしても全然痛くないんで。敵だな。お、魔法じじい。そういえば、モンスター図鑑もそうなんですけど、まだ倒してないの、いますね。自分1回もメタルキング合ってないんですよ。まあ主人公そのうち上がるでしょ、これもね。危なくなったら戦いのドラム使えばいいんだから。ほら、来た。これでね、底上げめちゃくちゃ上がればいいんだけどね。偶数。ああ。偶数だったら上がるんだけどね。1、2、3、4、5。どっちも戦いだ。さっき下行ったから下行ってみようか。ある意味ダンジョンですからね、これ。おー、よりによってそこ残んなよ。まあ、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 こんなもんですね。もう、マハの次何を落としたか分かんないよ。とりあえず1周目は、
まあ、どれだけ過酷かということで、まあ、カットはしないでいきますね。4、5、6、まあ1、2、3、うわダメージ浮か117ポイント。さて、お2個増えた。1、2、3、4、5、6、おいいね、3個。あれピタッと止まらないとダメなんだっけ。1、2、3、3でろ、よし1000ゴールド大丈夫だね。確かにここから4いけるから1、2、ああタンスもあんのか。いや2、3、4、わあ2000ゴールド他にあんだろうな。2、3、4、5、6、道わかんないし、こんなの。いやとりあえずぐるぐる回っていこう。あ調べなきゃよかったあ、お化けネズミですね。2、3、意味ね。いいえ。1、2、3、4、お、宿や、止まっとこう。6000しかないのか、きついな。1回できればいいんだけどな。1、2、3、4、5、 OK。 で、どこに行くのこれ。1、2、3、4、お、5000ゴールド、いいね。でも3000とか普通にあかんね。1、2、3、4、5、6、お、いいね。3000、あるうち使ってなくなったら終わりみたいなね。お、これちょっといいんちゃう。1回でいけたりして。1、2、3、4、1回でいけたやつが1回でやめるってやったからね。まあ1回でも何もないんだけど、本当の挑戦からしてね、1回だもんね。うわ、マジかよ55回ってこれすごいよね。なんかしら拾えると思うけど、すんげえもん怒ってますよ多分。幽霊船長、幽霊船長はもう出てこない時だね。これキャプテンクックになってるからね。いや破壊的じゃねえ、やっぱきついね。変えて正解だね。1、2、3、4、どっち行くの。5、はい、お1、まあね、ここは行った方がいいかな。1、2、3、4、5、お2000。これってこれってえ最初のとこどっちだ。あここか。ぐるーっと回って、で待って下行っただろ。で上がったでしょ。うわまあ、どっちでも行くんだろうな、これ。多分。ゲート通った方がいいのか、あれ。ゲート通んないと、どっちみち近道で。え、何これ。あ、旅の扉入んないといけないんだ。あ、そういう話ね。でも、あの宝も気になるしね。あれ一回取っときゃ楽だよね。さあ。ゲートは通った方がいいんかな。1、えい。500コールだったら全然いいけど。1、うわ。ダメージ床。1、2、3、あ MP2 分の1。まだ45回あるよ。1かな。1、おどこに出んのこれさて、ああ下からの方がまあいいわね。下の方がいいけど、落とし穴が2つ連続できてるっていうね、とんでもない。でここの穴に降りてどっか行くんだろうな。ってことは、2、3以外。うわぁ、4でも。4、あ、そっか、4だったら。いやいや、ちょっと、まあ、探索との意味でね。笑える。3、ムービーエコ。1、2、3、4、5、6。あの時はもう1回やめた方がいいけど。なんか拾えるかもしれないからね。1、2、3、4、もうダメだなこれ1、2、3、4、5、6、お旅の扉どこ行くのこれ。えどこに出たの。上に行って、と下に戻ってきてんじゃん。戻ってきてるよねこれね。1、2、3、4、あ身の守り上がれ。下がった。もういいや、これはもうそんなん覚悟だね。だからなんだって話だね。もう
地獄だな、まあ、長時間の配信ちょっと覚悟。まだだってゴールすら見えてないもん。1、2、まあ、景品何なんでしょうかね。真面目は捨てますけど。3、4、5。うわ、とりあえずここを攻略しないことにはもうその先の話したってしょうがないんで。エスターク倒したぐらいじゃ終わんないんですよ。あ、これさっきのとこか。まあ、ある程度把握してきたらね、まあ、どうしようかなと思ってんだけど、1、2、3、4。お化けキャンドル。こんなとこに仲間入んないよね。これも入るモンスターだけど。ドゥルルルーンなんて入ったって、この後ろにつくってことでしょ。そしたら。まあ、無理だわね。あ、時間がないから、あ、時間じゃない。触れる回数がもう20回しかないから、ここら辺でなんかレアなもの拾えれば嬉しいかな。敵だろ。だいたい岩山敵なんだよ。ケムケムです。あ、これの色違いも合ってないわ。まあ、いずれ行くけどね。あの、王者のマント取った洞窟にいるんですよ。あのね、これの紫っぽいやつ。お、賢さ1上がった。無条件1アップはいいね。2、3、4、5、 OK。 1、2、3、4、5。 あ、1/2。 24ポイントなんかもうベホマも使えなくなる。1、2、3、4。敵か。お、炎の戦士はね、一応仲間に入ります。まあ、ここじゃ無理だろうね。まあ、いずれまたね、10倍速ぐらいでね、何回戦ったら入ったとかね、やりますんで。一応2万ゴールドあるんだ。入った時6000だったの。この20じゃね、絶対無理ですからね、これね。1、2、3、4、5。あ、ドゴン。これ、壺とかいいのあんじゃねえかな、逆に。1、2、3。はい、ドゴン。1、2、3、4、5。はい。1、2、3。はい。1、2、3。はい、ドボン。2出て。種とかそんなんだと思うけど、違うかな。3、4、5、6。お、5。あ、さっきのとこと違うよね。さっきの右下だもんね。スライム。お、低い鳥。ちょっと回復しとくか、いけないくらい死んだりやだから。MP なくなって回復できませんでしたって時にダメージ床食らいまくってね。敵だったら、だってやられたら終わりだもん。1、2、お、OK。1、2、お？え、なんだあれ。あ、旅の扉から行くんだ。え？地獄に続く招待券。何それ。あ、煉獄町か。オープンリザード。バーカ、やめろよ、そういうの。いや、炎とかね、灼熱とか、いくら使ってもいいのよ。ザラキはやめろ、本当に。これ、どっちだ？あ、単数だったら、あー、でもね、あ、旅の扉行ったら多分あれ、行くんだろうね。うわ、意味ね。いらねえ。宝の中多分いいの入ってんな、あれ。まあいいや、今となってはもうどうでもいいや。1回目でだってこれっすよ。2、はい、ダメージ言うか。はい、どうも。確か1残ると思うんだけど。1、2、3、4、5。お、いいね。で、ここはまだ行ってないよね。はい、1。お、完全回復。1、あー、敵。お、グレートマム。こっち1人なのにさ、相手容赦ないの。ザキ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 とか食らったらまずいよ。さすが。やっぱ破壊的に取ってないとここを、まあ破壊的に取らないとね、取る場所まで行かないとここは来れないけどね。まあ宝箱の中取る取らないは別として、多いね。お、これなんだ、薬草。久々見たからなんだろうと思ったわ。これなんかいいの売ってなかったっけ、これ。あ、あ、ゴールかと思ったら、あの入り口だったわ。
さすがにスゴロクは30分じゃ収まんないので、まあ、40分尺ぐらいで撮ろうかなと思うけど、多分下手したら2パートかかったらごめんなさい。ちょっと中身のリアルさも伝えたいので、まあできれば 1パートで終わらせたいな。だ途中で何起こってるかとかねあるんで、いっか、そんなもんな、これやっぱ裏作業でいいかな、ある程度までいったらね。1,2,3,4,5,6 宿屋さん、あの迷路も多分違うよね。とりあえずゴールして、まあゴールもそうだけどな、だってこれ入って10分以上経ってるよ普通に。しかも最後ね、鬼畜なんだって本当に。マジかよ、ちょっと待って、これ嫌なんだけど。わあ、だから嫌だっつってんのこれ。ふざけんなよ、ちょっと勘弁。何やってんのね。あら、来た。はい、初。ちょ、これ、さあ、ここに来てかよって話だよね。はい、上の方の宝箱来ました。先ほど下でしたもんね。お金、え、ちょっと待って、さっき1000だったよね、違ったっけ。ほい、2345、お、2345、はい。さて、この辺りからだよね、上がった。あ、レベルしかも1上がりましたね。1,2,3,4 5000ゴールド。もう今となってはどうでもいいよ。1,2 あー怖いなー、モンスターもねちょっとね怖いね。最後の最後までいって、あ、いけるんじゃねえのって時にまたねイーター出てきたら、ね、自分だからのイーター怖いってそういうことなんですよね。さて、どこら辺だこれ。あ、これ初かな、ここまで来たっけな。お、世界中の、あ、いいね。はいはい。いいねっていうか、今後もレベル上げて使うことないかもしんないけどね。画面も。ああ、全然かわいい。これドラゴンの杖装備してたら1体ずつですもんね。そう考えるとね。1,2,3,4,5,6。もう変な寄り道はしないですよね。仲間入んのはね、何回で入んだろうな。5。2なんか出んねや、ここで。4,5,6、OK。うわー、これ。待った。8回しかないじゃん。あれ？これ一番最後まで来てる、もしかして。8回！あ、待った、これ。ぐるーっと回って、ぐるーっと回ってきて、ぐるーぐるーぐるーでしょ。これ、え、半永久的に回ってね。あ、ちょっと待って、どういうこと？ 1,2,3 フィニッシュ、どこよフィニッシュ。1、あー怖え、待って、1,2,3,4,5,1 と5ダメだ。おおお、どここれ。2,3 ちょっと待って、1,2なんか変、落とし穴落っこてもまだちょっと首つながってるけど、これはいいや、逃げんだろどうせ。スライ、あー仲間入れるのどっから、あれ上にフィニッシュあるんじゃん、ちょっと待って、どこに飛んだこれ。3回、え、ぐるーって回ってこう来て、え、右右右右、あれフィニッシュ近いじゃん。フィニッシュ近いけど、これ無理だろ、これ3回で。
1。また、1、2、3、4、5、6、6。無理だよ。だってなんもないもん。2、3、4、5、6。逆に5を出して、このハテナでね、なんか触れる回数が何回増えたとかね。ここ2でなかったら終わりだ、逆に。この辺り、じゃあ次、来たら、また再開しようか。途中でなんか拾ったらね、これ拾いました、みたいな紹介してね。1回で全部回るの無理だ、これ。2、2。あ、やだ。だってあと1回だもん、こんな無理に決まってんじゃん。あ、もう終わりだわ。これさ、あ、ダメか。あの、怒ってんのなんだろうと思って。2、3、4、5、バチバチ。あ、ここちょっと見てみよう。また、なんか面白いなんかも。これ絶対いいのあんのよね。まあ、調べたら中乗ってるみたいですけどね。あえて調べないでやる方が面白いね。36秒。だいたい36秒だったら、バカ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 。ええ。なんでよ。オッケー。って上だろ。10ゴールド。これ回れるようにできてんだよ、これ。なんだろ、三鏡立て。えい、えい、えい、えい。ダメか。えい、えい、えい。どうだ、いけた。世界中に続く。やった。これ取ったんって開いてんのかな、これ。ほら、来た。どうだ。なんだあれ。メガンテの腕は、いらねえ。さあ、間に合うか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 、間に合わねえ。無理無理。無理！え、あ、ここ左右だ。あ、あ、あ、くそ。まあいいや。やって学ぶってやつやね。よし。あー、来たぞ。あ、バカ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 。あ、あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。HP 見なかったじゃん。10しかないじゃん。戦闘で回復するしかない。1、2、3、4。どこ飛ぶの？何出る？ 1、2、3、4、5、6、やだ。やだって。これ死なない？あ、ダメなの？ 1 残るとかじゃないんだ。はい、タンス。お、世界中に雫。ここまで来てないタンスだね。まあ、こんなんとか起こってていいよね、これね。まあ、結構まだ最初の方だけど。あの、上のとこだよな。あてな、あ、1出たら終わりだ。2、3、4、5、6、いや、どうや。2、3、ほら、危ねえ。これ落とし穴起こってもいいんだよね、多分ね。2、3、4、5、6。むしろ落ちれってことじゃない？あの、振り出しに戻るが一番きつい。お、珍しい。4か。2、3、4。あーとかなんだけど、どこに落ちるんだよ。落ちるでしょ？ここにね。これでフィニッシュまでいけるから、絶対2出んなよ。絶対出るなよ。オッケー、おっかねー。こういう時出んだよ。で、タレント部に入ったらなんかすごいいいとこまで行ったような気がするけど。ここでやめてマジで。何今の？余計なことしないもん。いや、あー、これもうやだなー。こいつら麻痺はせんだもん。麻痺んだよ、麻痺んだよ、麻痺んだよ、麻痺んだよ。 OK。いいよ、もう。もういいよ。わあ、抜けた。すげえ、これ、どの罠よりもおっかないよ。1、1、2、3、4、5、6、もう2、お金なんかどうでもいいよ。1、2、3。はあ。さて、ここってどうなんだろう、落とし穴。ダメかな。おお、ギリギリだ。1、2、3。4、さっきのとこだよね。だから3出たら終わりなんだよ。あ、よかった、宝箱。
おお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 お
いや、メタルキングの盾に入ったからいいよ。メタルキングの盾、入りました。これよく考えたら、戦いのドラム持ってきたなと思って。一番左にあと1個だったよな。1個ずつやっていくか。これまた塞がってないよね、やっぱりね。これを取りたい。取れた。メダルか。ここの壺取ってないよね。なんだあれ。あ、エッチな下着。なんか、いつぞやデボラさんに着せるって言ってた記憶はあったけど、うん、もうそんな気さらさないわ。炎吹いとけ。こいつら強いから。あれよりよっぽどいいわ。あの、なんだろう、あのレッドイーター、ブルーイーターよりは。あの200最大なんで、あの MP 出なくていいです。1234、ここ落っこっても大丈夫な穴だよね、もうすでに。234、落っこった先だよ。お、ガメゴンは弱い。回復しとけばよかったな。失敗したのは2出ないかな。3出んだよ。よし。お、OK。あ、ハテナは大丈夫だ。1、2、3、4、5、OK。落とし穴で OK っていうのは、ここに落ちるから。で、ここで旅の扉入らないとダメなんだよね。あー。え、あ、大丈夫か。239あるのか。48回だから、まあ、サイコロの回数は大丈夫だけど、3451でね、マジか、怖えな、ここ本当に。エビルマスターなんか今出てきたってしょうがない。呼ばないで、変なの頼むから、こいつ呼ぶからさ、変なの。回復したいけどな、そんなことしてる間ないんだよな。何やってんだこれ。おーい、こーこれこれ、いやいや、もういいいい。お前倒す。あぶね。おぉ。あ、怖い。1、1、1、1出て。1出て。3、1、2、3。何出てくんだよ。何のモンスター出てくんだよ。ああ。3、4、5。いった。よし。どこだ、これ。1、2、3、4。ここまでいけっかな。勘弁して、これで振り出し戻るとかあんだから。これ3000世界を駆け巡る。あ、おお、2があった。いいね。2345、凄まじい電波だ。23回あんじゃん。さっきここで終わったもんね。お、最高記録。いや、もう入んないぞこんなとこ。誰が入るか。今はもうゴールが見えてんだから、ゴールさせてたんだから。234、マジで5なんかやめてよ。16回しかねえんだからさ。2でね。2、3、4、5、6、 OK。 で、右からぐるーっていかなくちゃなくて、落とし角に落とし穴が3個あって、わー、お願いします。1、2、3、4、5。おお、怖え。で、あれ落とし穴起こったらどうなんだろう。凄まじいな、ここは。もう次落っこったらここから取りますね。もう時間ないから。いや、もう行けるまで取れそうだね、これね。ふざけんなって、これ2で、3でね。はぁ、あ。どこ？なんだここ、どこだよ。1、2、3、4、5、6。いいえ。え、落っこってもこれ、ワンチャンありなんか。いいよ、もう。まさかな、まさかな、またぐるぐる回って旅の扉とかじゃないよな。2、3、2、1、 OK。 いいえ。
1,2,3,4,5 さあ来たぞ。11回触れる。2なんか出ねえ。そっけーおっかね。戦闘はいいや。あれイーター来ないでよ。オッケー。シビルクラゲはね、シビル出せられるけどね、弱いから倒せる。これ2分の1ぐらいですね、確率書いてあった。3出ねえ。オッケー。2,3,41,2,3,4,5 5は出なければいい。5出なければ何でもいい。1,2,3さ、待って。だって3で戻されて、ハテナも嫌なんだよな。怖え。死の世界か忍び寄る。なんだよ、ザラキ系か。ああ、よかった。待って、ドラゴンゾンビなんか初かもしんない、もしかしたら。いや、違うな。前あったな、これ。逆にドラゴンゾンビの方が弱い。スカルドンが後だね。左に出てきたから。一個上の足かと思ったじゃん。しかもこれ色違うしね。ドラクエ3の場合、このスカルドンの色がドラゴンゾンビで、今のドラゴンゾンビの色がスカルドンだったもん。スカルドンじゃなくてスカルゴンだったね、あの時は。さあ、来ました。もうここまで来たら強運出るでしょうか。あと9回マップ埋める。1,2,3,4 4出ればゴールです。4以外ありません。4、はあ、はあ、よかった。なんだこれ。おお、幸せの帽子だ。2,3,4怖え。もうやめて。1,2,3,4怖いよ、やめてよ。さて、サイコロの中ね。一番左は全部取ったからね。22。これまた宝だけいっぱい取るとことかあんのかな。うわ、出た。一番嫌なとこ出た。これだってもう無理じゃん、何回も入らないと。スゴロッケン取るために一生懸命頑張ったんだね。1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5。あーもうやる気なくなってくんな、マジで。2は2,3,1,2,3,4,5,6。あー今行ったかと思った。2,3巡ってこない。宿屋いらない。いや、そんなどうでもいい。2,3,4,5 2回でどうやって行くんだよ。ほどね。ひどいな、これもまた。勘だな。勘。あ、上がれない。すごくね？5個5個ぐらいだな。よし。1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 どうだ。すごくね。神秘の鎧。見事に落ちなくてきたんだけど。2,3,4,5え、どこだこれ。お、いいや。41。なんだこれ。
ふざけんな、もううわ来た。はあ。の。力の盾。5出て、頼むから出て、5出て。はぁ、あ。待って、1、2、3、え ?5 出てない ?1、2、3、4、4か。初めて道具屋来た。12万だって。あ、破壊的売ってんじゃん。2個買えんじゃん、しかも。星降る電話もいる。今になってここ出た。福引券かよ。62。真ん中なんだっけ?落っこちるとこだっけ?これ。あ。何マスだ、これ。1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 ここら辺だろ。ほら、来た。あともう一個だな。3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,51,2,3,4,5 1,2,3,4,5 なんか、おお、ギリ45秒。あとここだけなんだけど、落ちないように行くしかないってやつね。ほっ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 、おいそ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 おい、ここ一番難しいんじゃない。よいしょ。ほい、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 ほい。あともう一個。二個ぐらいあんのかな。あんな11秒で届くわけないじゃん。ほい、ほい、7秒、6、5、4、3、2、1。じゃ、間に合った、ほら。世界中の、あと上か。1時間ぶりに来た。1,2,3,4,5,6。6が出ればいい。3なんか出んなよ、絶対。6!4、4が出ればいい。お願い、4出て。やっ!だ!5時間かかりました。5時間ぐらいかかりました、自分。マジで。マジで5時間かかりました。信じらんね。そうだ。なんと宝箱からモンスターが現れた。いや、見つかっちゃったね。オイラはプチターク、タークって呼んでくれ。オイラは有名なエスタークの息子さ。よかったら一緒に冒険してあげようか。はい。それじゃあよろしくね。オイラのお父さんのように強くなるぞ。はい。
入った。もう、やっとだ、やっと。これちなみにスター君とこ連れていくとイベント起こりますよ。まあ、まだ行かないですけどね。ちょっと、レベル上げなくちゃいけないんで。誰置くかな。これ、レベル上げなくちゃないので、とりあえずグレートドラゴンお休み。はい。なんか喋って、いや、何か用か、今日も張り切って行ってみよう。このスゴロクをクリアしたタイミングで、このサラボナの上にね、ブオーンのね、壺あったじゃないですか。あそこに行くとイベント起こるんですよ。確かこのタイミングだったと思う。巻いてもらおうなかと。なんか言うかな。何も言わないか。アベルはフルフルと動いている壺を調べた。なんとうっかり蓋を開けてしまった。ふぃー、やれやれ、やっと出られたか。まったく、ルドルフの子孫のやつ、生意気にもわしを封印しようって。わ、なんだこの小さな体は。くそ、ルドマメ、禁断の封印を使いようとな。なんと用心深いやつだ。もう元の体には戻れんではないか。ん？なんだお前らは。あ、思い出したわい。わしを倒した奴らじゃろ？こうなったのも元だといえば、お前らのせいではないか。よし、わしをお前らの仲間として連れて行け。あわよくば方法を見つけて元の体に戻ったろわい。わしはプオーンじゃ、仲間にしてくれるな。はい。これね、最初弱いんですけど、これもね、だんだん強くなっていきます。で、プチタークは最初から強いんですけど、なかなかステータス上がらないです。でも、上がります。だからね、はぐれメタルをとりあえずマックスまで上げてから、でもいいかもね。TL もどっちみち上がるし。で、この2体がね、主人公が99になるよりね、経験値稼がないと99にならないんですよ。そうなってからエスターク行こうかなと思ってるので、お話も聞きながらね、まあ、最速ターン狙って行こうかなと思います。お金もこんだけ貯まってますので、とりあえず今回ここまでですね。何も言わないか、これ。言わないね。はい、ということで、まあ、地獄のスゴロク。何気に普通にモンスター集めよりきついかもしれないですけど、運が良ければ行けるでしょうけど、5時間かかりました。まあね、30分ぐらいで行ける人もいるでしょうしね、自分よりかかる人もいるでしょうし、もう運なんでね、あれだけはね。もう何回も何回もやって行くしかないです。まあ結構いいもの残ってるんでね。まあ行って損はないと思います。お金も貯まります。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。